私の名前はパニコ、29歳、主婦をしています。旦那のタクマとは5年前に結婚しました。本当は結婚してからも働きたかったんだけどね。タクマに、俺が働いてくるから任せてって、あまりにも強く言われてね。旦那のタクマの強い希望があって、主婦になったんです。でも、家のことは全部私任せっきりじゃなくて、家事を手伝ってくれます。一人じゃ大変だからって言ってくれるの。帰ってきたら、すぐにお風呂を洗ってくれたり、夕食の後の食器洗いをしてくれたり、頼りになって優しい、本当に素敵な旦那様です。でもね、そんな生活ももう5年目。それなのに、まだ子供ができないんです。最初は自然に任せてって思ってたんだけど、さすがに5年できないと私もちょっと焦ってきちゃいました。だってね、いずれは大好きなタクマとの可愛い子供が欲しいなって思ってるから。そんなタクマとの暮らしは、経済的には比較的安定しています。私が主婦をしていても、夫婦2人で暮らすだけなら十分な貯金はあるしね。しかも旦那の会社は大手企業だから、お給料もそこそこ高いんです。もちろん、このままでも幸せ。でも子供ができた時のためにもう少し余裕が欲しいな。私がそんなことを考えながら夕飯の支度をしているとインターホンが鳴りました。誰だろう。うちあんまりお客さんが来ないのに珍しいな。あ、もしかして昨日頼んだご当地プリン食べ比べセットがもう届いたんだ。そう、私ね、どうしても食べてみたかったの、このセット。それにしてもこんなに早くに届くなんてラッキー。ワクワクして玄関へ飛んでいきました。はい、今開けますね。と、扉を開けると、そこには妹の愛子が立っていました。お姉ちゃん、やっほー。うが。しまった、と思った時には、もう遅かった。妹は玄関の中へ素早く入ってきました。お邪魔しまーす。あ、ちょ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 。そのまま、妹はずかずかとリビングへ。なー。不覚だった。私ったらどうして開ける前に確認しなかったのかしら。実は私、愛子が苦手なんです。美人で甘え上手の愛子は、みんなに愛される人気者。でもね、それは表の顔、裏の顔は真っ黒なの。こいつ、昔っから可愛い顔して悪いことばっかりして、裏ではこっそりほくそ笑んでるような極悪人なんです。口癖は、みんなすぐ騙される。ちょろいちょろい。そんな世渡り上手な愛子は、容量の悪い私のことを昔から常に見下しています。他の人には気づかれていないかもしれませんが、長年一緒にいる私には、その醜悪さはバレバレ。まあ、そんな奴だから、自分より格下であるはずの私が、自分が持っていないものを持っているとわかると、すぐに欲しがるんです。小さい頃から、何でも自分の思い通りにいかないと、癇癪を起こす子でした。あれは私が小学校に上がった頃、こんなことがありました。ねえ、私そのヘアピン欲しいな。でもこれはおばあちゃんが誕生日にくれ。やだ、欲しい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 。くれなきゃ泣いちゃうんだから。私が泣いたらお姉ちゃんが怒られるんだからね。お姉ちゃんが意地悪したって言いつけてやるんだから。ちょうだい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 。くれないんなら今すぐ泣いてやる。わかったから。私はいろんなものを愛子に取られながらも仕方がないと諦めてきました。両親も初めの頃は注意していましたが、愛子のわがままにお手上げ状態。そんな両親は今から数年前に愛子の将来を心配しながら、どちらも相次いで病気で他界してしまったんです。他に頼れる親戚もいないので、それからは私の身内といえばこの悪魔のような妹だけ。いつ迷惑をかけられるか心配で心配で。そんな愛子が来たんですから、もう警戒心しかありませんよ。こいつ今度は何やらかしてくれちゃうんだろうってね。私が不審そうに愛子の顔を見ていると、愛子がいつになく真剣な表情で口を開きました。あのね、お姉ちゃん、お願いがあるんだけど。愛子がこの顔をするときはろくなことがない。私はもはやため息しか出ませんでした。はあ、まあ、内容によっちゃことは。お姉ちゃんの旦那さん、私にちょうだい。はあ？だから、離婚してほしいの。はあ？私は、愛子の言ったことがすぐには理解できず、他の何も言葉が出てきませんでした。
一体目の前のこの生き物は何を急に言い出すんでしょうか。私は一緒になって腹を立てても仕方がないので極めて冷静に言いました。アイコ、何言ってるの、そんなことできるわけないでしょ。ため息をつきながらアイコを諭そうとします。本気で言ってるのよ、私本気だからね。そんなの無理だし、そもそも結婚って好きな人同士でするものでしょ。タクマがあなたを好きじゃなきゃ意味ないじゃない。ちゃんと好き同士だもん。そんなはずがないで。嘘じゃないもん、証明してあげるから。タクマさんがいればきっと私と同じこと言うわよ。本当なんだから、タクマさんさえこの場にいれ。するとこのタイミングで玄関がガチャリと開いてタクマが帰ってきたんです。タクマはアイコを見るなり凍りついたように動かなくなりました。どうしてアイコがここに。あー、この子ったらさっきから変なことばっかり言って。お帰りなさいタクマさん、もう待ってたんだから。あんたね。そしてふとタクマを見るとなんだか挙動不審にずーっとそわそわしていて落ち着かない様子。どうしたのよタクマ。私がそう聞くと明らかにビクッとしたの。問いかけるような私の眼差しに気づいているくせに私と目を合わせないようにして黙ったまま。私は思わず問うてみたの。嘘よね、まさか妻の妹と浮気なんて。するとさらにガクガクと震え出したタクマ、そしてにやりと笑ったアイコがさらに爆弾を投下したんです。あのね、私妊娠してるんだ。はあ？私は驚いてそれ以上何も言葉を返せませんでした。お姉ちゃんごめん、タクマさんの子供なの。そんなふざけたことを言ったあげくちょっと舌を出していたずらっぽく笑うアイコ。私が恐る恐るタクマの方に目を向けるとタクマは気まずそうに私を上目遣いに見てきました。嘘よねタクマ。ごめん、私はもうどうしていいか分かりませんでした。ほーらね、私の言った通り嘘なんてつくわけないじゃない。とにかくこの子のためにも早く離婚して。いい？あんたはもう用なしなのよ、とっとと消えなさいよね。じゃ私はお腹空いたから帰るわ。たくまさん、後のことはお姉ちゃんに詳しく話しといて。私先に帰るから、じゃあね。アイコは後ろ手をひらひらさせながら家から出て行きました。呆然とする私、そんな私に旦那が言葉をかけてきました。あのさ、なんかごめん、パニコ、ほんとごめん、俺。どうして浮気なんかしたの。突然のことで今までわけもわからずにいた私、ここでようやく涙がこぼれてきました。どうしてねえ、どうしてなの。私の言葉にポツポツと旦那は話し出しました。きっかけは3ヶ月前偶然街中でばったり出くわした時、その時は夫婦で買い物をしていたのよね。愛子とタクマが会ったのもこの時が初めてでした。まだ両親が生きていた頃、実家の両親への結婚の挨拶にタクマが来た時は愛子は家出していて家にいなかったんです。初めてタクマに会った愛子は一目惚れ。愛子はその時しつこく私にタクマのことを聞いてきたけれど、私はスルーしてすぐに別れたの。でもね、愛子はどうやら SNS か何かを使ってタクマのことを突き止めたんだとか。そこからの愛子からの猛アタックにタクマは根負けしてしまったとのことでした。いやいや、そこはどう考えてもきっぱり断るべきだし、困ってるなら私に一番に相談すべきよね。何を言おうともタクマだって悪い。するとタクマは私にこう言ってきたの。こうなったらもう仕方ないだろ。だからさ、そのパニコ、子供のためにも離婚してくれないか。ありえない。仕方ない？仕方なくねえだろ。子供のため？いや、自分たちの都合のいいように勝手してるだけだろうが。この時点で私のタクマへの気持ちは冷めてしまっていましたが、このままこの二人をおいそれと見逃すなんてできなくてね。ちょっと考える時間が欲しかった私。だからこう言ったの。
ちょっと考えさせて。それだけ返事をして、私は自分の部屋へ閉じこもりました。それから一晩考えに考えた私。どうやって制裁を加えてやろうか、どう始末してやろうか。そしたらそこでふと、義父の顔が思い浮かびました。タクマを産むときに義母は命を落としたそうで、義父は男手一つでタクマを育ててきました。義父は結婚するときに、私だけにこんな話をしてくれたんです。男手一つで育てた子だし、女心が分からず、パニコさんに悲しい思いをさせないか心配なんだ。あいつはちょっと優柔不断なところがあるし、何かと流されやすい部分もある。だから何かあれば、遠慮なく相談してほしい。なんだか告げ口するようで少しためらいはあったものの、他に相談する人もいないし、他に案もなかったので義父に電話することに。ああ、もしもし、お父さんですか？おや、パニコさん、珍しいね、電話くれるなんて。元気だったかい？たまには顔を見せてくれよ。私からの電話を心底喜んでくれてるのが伝わってほっとしました。突然の電話で申し訳ありませんが、実は。それから義父にありのままを詳しく話しました。もちろん話を聞いた義父はカンカンに怒っていました。いくら妹さんが言い寄ってきたとしても、一生叱ったパニコさんを裏切って言い訳がない。私は私以上に怒ってくれる義父に嬉しくなりました。ありがとうございます、お父さん。パニコさん、こうしていられない。二人をギャフンと言わせてやろう。え？私にいい考えがある。私はその後の計画を聞いて驚いちゃった。それに私の知らなかった事実がたくさん。なるほどね、そういうことだったんだ。てか知らなかった、そんなこと。それは面白いことになるわよ。今に見てろよ、アホども。きっちり落とし前つけてやるから、いしし。3日後の夜、またうちに愛子がやってきました。いつ離婚するの？私の方が絶対たくまさんを幸せにできるんだから、早く離婚してよ。来てすぐに嫌味を言ってくる愛子。まあ上がんなさいよ。私はニヤニヤしながらリビングへ通しました。ちょうどよかったわね。今たくまとその話をしようとしていたの。え？リビングにはすでにたくまがいます。たくまの隣に愛子を座らせると、私は二人に問いかけました。確認だけど、愛子はたくまと結婚したいのよね？そうよ、お姉ちゃんの旦那さんは私がもらうの。そのために私たちに別れてほしいのよね？そうだってば。欲しい欲しい欲しい。そう言っていい年してダダをこねるアホに、私もにっこり笑って言いました。そっか、気が変わってなくてよかった。え？ありがとう。え？どういう？驚く愛子に私は首をかしげます。あら、いらないの？ううん、いる、もらうわ。そこで私は自分の欄がすでに記入してある離婚届を差し出して、たくまにサインさせました。私があまりにも素直に離婚に応じて拍子抜けしている愛子に、さらに続けて一応事実を教えてあげました。私親切ですからね。無職の借金付きの旦那だけど、末永くよろしくね。何の話？無職で借金？呆然とする二人に、私は心からの心配の気持ちを表現しましたよ。これから子供も生まれるのに、そんな貧乏くじみたいな旦那さんで本当に大丈夫？愛子。その言葉にカッとなった愛子は反撃してきます。何言ってるのよ、負け惜しみ。そんな嘘信じるわけないじゃないの。嘘じゃないんだけどな。だってこの人大企業に勤めてるのよ。お姉ちゃんだって専業主婦ができるくらい余裕があるじゃない。別れさせるための嘘なんてついたって無駄なんだから。愛子は真っ赤になって怒っています。たくまは訳がわからないといった様子でポカン。だから親切な私は一からしっかり話して聞かせました。まずたくまが働いてるのはお父さんが経営している会社。そうよね、たくま。ああ、そうだけど。あんた、クビだって。は？ごめんね、伝える順番間違えちゃった。え？嘘だろ。どうして？たくまは呆然としています。お父さん、
そんなだらしない息子は社員としても家族としても恥ずかしいっておっしゃってたわ。息子だからお情けで働かせてやってたけど、そんな不貞行為をするようなやつもう息子じゃないって。で、今日もってクビにするって。残念。ああ、それとたくまが社会人2年目に新しい事業を立ち上げようとして失敗したことがあったでしょ。その時の資金立て替えてもらったのよね。忘れたとは言わせないわよ。ちゃんと借用書も書いたそうじゃないの。あ、じゃ、おい、まさか。はい、そのまさか。お父さんがね、お前なんてもう息子とは思えん、金は今すぐ返せって。全部合わせて1000万円すぐに持ってこいってことよ。あ、じゃ、そんな。やだ、借金に、無職に。いやよ、嘘でしょ。二人はもう真っ青。それと、私への慰謝料も忘れなく。きっちり両方に請求させてもらいますから。いやよ、そんな。ちょっと待ってくれ、やっぱり。あー、すっきりした。どうぞ二人でお幸せに。これからのお二人の門で応援してるわね。ま、地獄だろうけど。それから私は呆然と立ち尽くす二人を放置し、あらかじめまとめておいた最低限の荷物と記入済みの離婚届だけを持って家を出ました。新しく住むアパートはすでに契約していたし、義父に協力してもらい、二人の驚いた顔を見られたし、すっきりした気持ちで新生活を始めました。それから1ヶ月後、二人の様子を義父は笑いながら話してくれました。なんと妊娠は嘘っぱち。出会って3ヶ月しか経ってないのに、ちょっと早すぎるって思ったのよね。どうやら私と離婚させるためについた真っ赤な嘘だったようで、やっぱりあいつは希代の悪、根っからの嘘つき野郎だったわけね。それを聞いたたくまもカンカンだったそうですが、そもそも浮気したお前が言えることじゃねえだろうってね。義父はそれからすぐたくまと愛子に一括で私への慰謝料を支払わせるために借金させたんだって。そしてたくまを絶縁。それから二人は借金を返すためにアルバイトを始めたそうなんだけど、愛子はアルバイトの経験はろくにないし、あの性格だからね。どこに行っても長続きせず、そのうちお金に困って万引き繰り返してパクられたんだとか。たくまの方もアルバイトが長続きせず、結局借金取りに紹介された仕事始めたみたいだけど、それがやばい仕事でね、毎日泣きながら暮らしてるんだってさ。ざまです。一方私はというと、離婚して晴れて自由の身。そして義父からの勧めがあり、義父の会社にたくまの代わりに就職しました。専業主婦をしていたからブランクが心配だったけど、職場の人たちの助けもあり順調に慣れてきています。パニコさんは機転が利くし、コミュニケーション能力も高いから、みんながすごく褒めていたよ。ありがとうございます。義父からのありがたい言葉ももらえたし、楽しく働けています。これからの新しい人生、気持ちも新たに頑張らなくっちゃ。私、絶対に幸せになってやるんだから。ひしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。